ごきげんよう。起爆剤。高齢者講演家の宮崎文隆です。今日は2022年1月2日です。昨日の元旦は女房のお母さんに作ってもらった、92歳のお母さんに作ってもらった餅を食べまして、雑煮を食べて元旦を迎えました。美味しかったですね。そして残ってる年賀状を書いて、出しました。今日は2日は、今日は日曜日ですよね。あまり日曜なんかあんまり関係ないようなんですが、正月ですから、朝3時に起きまして、またその年賀状の整理を少ししながら、今日は何と言ってもですね、2つ大きな行事がありまして、一つは箱根駅伝の往路ですね。いや、これはまあすごい人気ですが、まあコロナも少し柔らかくなって、沿道にも、まあ、お客さんがたくさん応援者が来ておりまして盛り上がっておりました。まあ何といってもですね、青山学院の大学の応援をしております。それはなぜかと申しますと、青学の監督は原監督です。世羅高校出身です。だから原監督を応援してますから、青山学院になるわけですが、まあ、なんといってもですね、今日すごかったのは3区と5区、青山学院の3区と5区は1年が担当して走りましたね。これはびっくりですね。その1年生が快走して今日はオールで優勝したんですね。特に最後の区の山登りですかね、あれを1年が担当したというか、そこに原監督は起用したというか、抜擢したといいますかね、まあ、そこらの采配がすごかったですね。いやー、今日見事な走りでしたね。天気も良くて最高の箱根駅伝になりました。そしてその箱根駅伝をテレビで見ながら、実はアベマで、藤井聡太竜王と新人を取られた伊藤匠四段、これの記念、新人王記念対局、第52期新人王記念対局がありました。これ10時から始まったのでですね、片一方では箱根駅伝を見ながら、テレビを見ながら、こちらではパソコンでアベマで新人を記念対局、まあ、両掛け持ちで見ておりました。そして青山学院が優勝、大学が優勝して、そして、まだ優勝しても藤井聡太竜王と伊藤匠四段の対戦はずっと続いてますからね。今度はそちらに、向こうが優勝して終わったので、今度はこちらに、変わりまして、そちらの方に集中して見ておりました。なんとですね、これは最年少対局、将棋界の最年少対局なんですね。19歳ですな、だうまい年。いや、これは今からの将棋界を、まあ、背負って立つ2人の対局ですね。これも記念になりますね。またいい、対戦でありました。持ち時間が3時間ですから、結構長いですよね。その子の2人は公式戦、まあこれ公式戦じゃありませんけど、まあそういう3時間という持ち時間の長い時間で対戦するのは、藤井聡太竜王と伊藤匠四段、初めてというですね、の対戦でしたね。いや、見どころも大きかったんですが、この解説が高見さんと深浦さんの解説、まあ、それに女性陣が加わっての解説ですが、これがまあ最高に面白い解説の2人で済みましたから、これも今日の見どころでありました。まあ何といってもですね、先手が伊藤匠四段の先手です。そしてこれは先手がどうしても形を決めますから、
アイアグラ。あ、でしたか。名前があるんですが、それの対戦となりました。まあ、藤井聡太、竜王は仕掛けたんです。先に仕掛けたですね。仕掛けて、端から攻めていきまして、崩していきました。そして、ざーっと一気に押していくかと思ったら、このやっぱり新人を取られた伊藤匠四段。これが粘り強くて、すっごい手を打って、返し技を打ってきてですね、あっと、普通、あまり考えずに見ていると、あれ逆転したのかなと錯覚するぐらいな手を伊藤匠四段が打ってきました。もうぐわっと最後は、もう白熱しましたね。でもそこは藤井聡太竜王、読みが深いですね。もう見ていたら、もう危ない危ない。そんな危ない手を打たずもっと勝てる手が打てるんじゃないかなという素人管理人は見るんですが、いや、全部藤井聡太は読み切ってますからね。それがすごいですね。土俵際、足がかかって、もう絶対に土俵を割らないというところの確信がありますから、そこでギュッとこらえて、最後はドッと爪にかかりました。いや、これは今日の本当この2人の今から日本の将棋界を背負って立つ、そして日本将棋界の面白いドラマを演出する2人ですね。もうこれは間違いないことになると思います。まあそれも将棋界で最年少の2人ですから、この最年少の2人が今から日本の将棋界を大きく変革していく、まあ、背負っていく。そしてこれをもう一つ面白かったのは、二人の終わった時に将棋が必ず感想戦となりますが、これやっぱり感想戦が同級生ということで、このトークがなかなか見応えがありましたね。そしてそのやっぱり二人の話をこう聞いていると、やっぱりこれは次の日本の将棋界を背負って立つ二人だなというのを感じました。まあ、今日は藤井聡太竜王が、まあ、なんといっても見事に、まあ、横綱相撲というんでしょうかね、見事な試合を展開して、今年、もうすぐ渡辺さんと王将とですか、すぐやりますからね、これに向けてぞっと勢いがつくものになると思っております。今日は青山学院大学が野原監督はオールで優勝はするわ、藤井聡太さんがガッと言うわと、こいつは春から縁起がいいぜというような感じで、また明日見よう。